じゃあせっかくレイ君いるから、まあ、ちょっと時間遅くなってきたけど、最後に1個だけみんなでわーっていきたいんだけど、あ、行そう、ライきまバしょルウィングスわーっていう人がいるので、そうですよ。僕まだ行ったことないです。あ、ない。はい。じゃあ僕、あれでもさ、俺 PVP でもさ、自体、でもさ、バロコラボ始まった時すげえ勢いで撮ってたよ。撮りましたね。もうだからあれ、もうね、あれ以来、あれ以来もう追い切りになってない。そうですね。まあ、銀が取れたことでね。じゃあ違う、そうじゃない。このライバルウィングスって、その24対24、その2勢力に分かれて、わーわーその戦うコンテンツなんで、まあ、こんな感じだよっていうのを俺が横で教えながら、あ、教えていただけるとありがたで、いですね。PVP 久しぶりの藤田霊も楽しめるぜなことをそうアですピールね。しながらやってみようか。わ、みんな殺しに来ないでね。あ、そう。ただ、そうだ、俺、前に PVP コンテンツを生放送でやったら、一生ホルムギャングしかされない放送があって。それで、ね、意味なくなっちゃうから、そうですね。それはね、ちょっとね、俺にやるのはいい、最悪。吉田は許してやらんみたいなのは、もう最悪いいですよ。最悪いいんだけど、レイ君にはやめてあげて。お願いします。ちょっね、と楽しみたい、また。僕の友達なんで、それちょっとやめて、友情に日々入るの。ホルム吉ホルム吉田って。何でもさ、間、そう、なくして吉田つけんのや、やめない。いやいや、はい、なんでもちで、ょっと見てみたいですね。でね、俺はい、ね、そう、なんで何でしょ仕込んで悪いんだけどさ、う。はい、何でしょ もう何も聞かなくて、本当申し訳ないんだけど、う。あれ？用意しといたんや。俺や、ちっちゃい俺だ。ええ。はい。まあ、わあ、ララかわいい。忍者で PVP できるのかどうか知らんけいや、ど。僕、忍者すら最近使ってないぞ、マジか。知らんから、ホットバーの設定からして、まあとにかくみんなでわーわそうーやっですてくれね。りゃいい。だって僕まだ忍者レベル60ですよ。あ、なるほどな。レベル70の技を知らない。ゼロともあろうものが。でもほら、PVP アクション4されて変わって、全部専用アクションになったんで、あ、そうなんですコンか。ボも1アクション押してるだけで自動的にコンボになるようになってる。へえ。なんで、まあちょいちょい、ちょっとじゃあ、セットアップをしてもらうから、ウルブズジェル停戦場へ行ってたな。なんか緊張するな。大丈夫やって。あ、そうだ。ありがとうございました。解散します。お、すごい。な、予測してたかのように、みんなすごい。あ、言ったからもういち早く飛んできたのかな。で、ゼロがいる。ありがとうございます。HUD レイアウトは2でいいんだよね。あ、もう全然ほとんど変わってないんで大丈夫です。で、オットバーをアッパーコンビで、あ、もう変えて、で、PVP アクションね。あれ、どっちかだっけ。切り替えちゃった。パッと待って。すみません。じゃあ、さ、ちょっと戻してくる。ワイプを戻してくる。設定をいろいろやった方が。ああ、そっか、もうなんかね、パッと活かさなきゃダメだ。システムコンフィグ。ちなみにさ、この PS4 コントローラーって、シムフ？に違います。違い用意した。いつもどこで開いてる？あれ？何がですか？何にも、何にオプション。あれ？なんで？あら、なる？なぜだ？ん？何ですか？
なんか違う、これ違うやつですね。何のみんな何のことだか全然わかんないと思いますけど。うん。ね。わかるこれ。全然わかんない。丸バツは全部動いてる？おかしい。何が起きてるのか。リログしようか。そう、それか、うん、カリブレーションした方がいいです、ね。ああ、なるほどなるほど。じゃあちょっとカリブレーションしてみようか。再設定。どうぞ。おいしい。これで行く？あ、行くね。あ、よかったよ。今、PVP アクションってこんな感じなの？なるほど。で、コンボになってるんで、うん、このアクションを連打してるだけで、これが自動的にね、繋がるようになってる。あ、そうなんですね。で、コンボ2の方は、この2つがこう。なんで、普通の PVP、あ、E だと、このルートは自分でこう、うん、そうですね。行かなきゃいけないじゃん、はい。これは1を連打してるか、2を連打してるかで。へー。なんで、こう、なんだろう。プレイに集中できるというか、うんうんうん、っていうぐらい、でアクションもね、これしかないのね。はい。で、効果も若干違うんだけど、うん、まあ、ナイフ投げるし、まあ、しくちはしくちだし、はい、襲撃も、残りヒットポイントが少ないと使えるは一緒なんだけど、効果は全部ね、PVP 用に変わったんで、なんでこれをレイ君、じゃあ、コバーに当てて、場所を入れ替えて、いや、いいよ、とりあえず殴りで、はい、やってみましょう。いいはい。この辺り、この辺り。じゃあ、レイ君がその、はい、セットアップしてる間に、はい、なんかね、あんまヨシピー散歩って、ね、宣伝しないんだけど、なんか新しいグッズが出るんだって。うん。あ、それ新しいやつだったんですね。そうそう。なんか、かぶんのこれ。え、どうしよう。かぶんのこれ。あ、いいじゃないですか。どう見てもこれ、ピカってはいない？いる？いない？いや、ちょっとピカってるかなって感じがしますけど、はい、ここにこう、手袋にやるやつ？年いくつだっけって44だよ。なんだよ、なんか文句あるのかい？ヘイト取るぜ。山に捨てられる。こんなムータン嫌だって感じ。なんだよっていう、あの新しいマフラーなのかな、一応これですね。これあれですよ、スノーボード行くときに、あの、あ、可愛いかもしれない。ここに、そうよ、これね、ちゃんとね、俺去年ちゃんと、はい、スプリガンキャップ&マフラーで滑ったもん。めっちゃ暖かかった。あれ黒だしさ、あれにこうゴーグル、ミラーのゴーグルバシッてやると意外とね、かっこよかったのよ。なんで今年もね、多分それでそろそろ滑り始めるんで、スプリガン見かけたらほぼ俺だと思うんで、うん、確かに、あの、思い切って声をかけてくれたら一緒に、去年ね、光の選手さんとね、最後一緒に滑れたんで俺。これ俺、あ、要は技がわかんないです。あ、なるほど、うん、技がわかんない。ああ、でももうぶっちゃけコンボ連打しながら離れたら投げて、
うん、でなんか減ってる相手見つけたら襲撃で突っ込んできゃぶっ飛べばいいよ。あとローデストラクション入れて、はい、あの AR 溜まったら撃つとかでまあいいんじゃないかな。あとね自動置き換えって言って条件が整ったら、はい、勝手にスキルの中身が書き換わるっていうものが用意されてるので、実はね本当にセットするアクション少なくなったの。でこれが何だろう、まあまあ黄色いピカッてしたやつでピカじゃないですけどね、はい、違うピカッてしたやつ、ピカッてしてるだけですもんね。そうあんま可愛くて危ないからさ、はい、もう一個はねこれまた俺吉田クソコラグランプリとかに乗るやつやな。こっちはどうなんだろう。ピカッてってる方が可愛いって言われた。吉田青似合わないねって冷静にさ、そうやめね。ひどいひどい。それやめね。すごい傷ついた今。吉田青似合わないねって知ってるよ。きついって言うなよ。きついって言うのがきついわ。じゃあ入れれんのはとりあえず全部入れましたけど。お、大丈夫。あと、もう一個、もう一個す、これ宣伝して。はい。今日、あれ今日発売まあ、あんまりね、ヨシピ散歩宣伝やらないんだけど、30周年記念でですね、漫画が、FF の漫画が、そうなんです。今ね、ガンガンで連載していて、はい、第1巻がね、今日発売だったんです。お設定が面白くて、スクエニ社員の兄弟が主人公。で、1話で即死んで、で、目が覚めたら、FF ワールドにいたっていう。あー、なるほど、なるほど。でも自分がよく知っている FF とは、ちょっとずつ違うんだけど、でも、FF の、そう、いわゆる転生もの、ナロー系みたいなやつで、これね、偶然なんだけど、その俺その FF 担当をしていて、はいはい、でじゃあこの30周年で FF をついにそのオフィシャルとして漫画をこう30周年記念でやろうとした時に誰が監修するって話になったの。まあなんかその結構ハイファンタジー的な設定だったからなんか吉田さんやればみたいなので出張から帰ってきたんで、そんな感じな決まってた。でもまあほら30周年でブランドのことだから、はい、であとね FF って結構大変で結構大変なんです作るの。いや知ってますよ。いや例えば新しい魔法ってじゃあ作っていいのかとか、はあ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 、あとそのどこまで設定をこう忠実に守るべきなのとか。どこまで崩していいのかとか、中の内部の、その机に内部の人ですら結構迷うのに、今回その原作者とその作画お二人でやってもらってるんだけど、すごい悩んじゃうと思うのね。で、出版の人だってジャッジできるわけじゃないから、ね、じゃあそこをその気楽に書いてもらったり、これは OK だからもうやっちゃってくださいみたいな背中を押す役としてじゃあ入りますよって言って、実はですね僕監修をやってますこれ。もう先言うな、俺今すごい長い前振りしてたやん。実は吉田 P が監修してるってさあお前、俺今長い説明の果てになんで先に出したかなあ。面白いですねお前。はあ、話長かったかな俺。そういうことなんですかね。まあそういうことで、はい、私が監修をさせていただいてます。皆さんよりいち早くね、ネームから確認をし、打ち合わせをしながらですね、まあ僕ほとんどそうは言っても仕事はしてません、それは OK ですとか、ライブラーにしたらとかね言ってるぐらいなんですけど、そんな感じで、あとなんと2人ともね光の戦士だったんです。え、原作者も
すごい作画家の方も。ホラーでも完全に僕ら偶然だったんですけど、であればますます頑張りましょうということで、あの非常に今ガンガンでも人気の漫画となっておりますので、一巻出ましたのでぜひね読んで見ていただければと思います。はい、じゃあレイ君行きます。入れるものがよくわからないんで、よし、いい、はい、殴ればごめんなさい、いいぜ、ごめんなさい。あ、じゃあちょっと銀馬だけ、よろしく、銀馬だけ、銀が入れました。あ、入れた、よし、はい、いやでもマッチングだぜ、うん、ああ、そっかそっか、一応よろしくお願いします、だけは入れておく、入れないと、そう、はい、あれでも、あ、うん、これでね、はい、お疲れ様でしたので、うん、まあ、フィストじゃないから、まあ、まあ、A は、まあ、一応よし、積むかで、はぁ、あ、PVP 緊張するわ、うん、PVP ほい、うん、はぁ、あ、はい、はい、で、アストラガロス、一番上で、これ、はい、まあ、アトモスサーバーに遊びに来てて申し訳ないんだけど、うん、まあ、エレメンタル DC でマッチングすることにはなっちゃうんですけど、うん、あのできればね、できるだけあの、ね、パーティー募集って言ってもね、これね、パーティーがほぼ組めないんで、うんうん、デュオまでかな、あ、そうなんで、マッチングになっちゃいます。はい、はい、じゃあまず1戦目いきましょうか。本当に何が何だか分かんないですよ。いや、4人まで、あれ、4人までいけたっけ。あ、あらはやめたのか。先言いました。あ、いい、一戦行こう、まず。はい。ちょっと待って、本当にわかんない。マジか。お、いいぜ、これをつけて。あ、はい、いいぜ。片耳つける。片耳つけます。はい、うん、こっち、こっちはあるでしょ。さあ。どうなる？怖っ。ルールは、お、来た、はい、あの普通にチャットが効くで、あ、マジか、うん、フィーストのみなんで、あれで、この、アストロガロス4人、ライトパーティーで1パーティー、あ、そうなの、これ、ほら、あ、本当だ、で、レイ君今アライアンス B で、はい、ABCDEF のチームで1チーム、うん、敵も同じ、うん、で今さ正面になんかバリアかかってるのあるじゃん、はい、こいつ、はいはい、これを破壊されたら負けだし、相手のこのコアを破壊すれば勝ちなのね、うん、でも、まあ、ね、そうそう、ただここに2機タワーがあって、タワーを破壊しないとコアにはダメージが入らない、うん、なので最初はお互いのタワーを破壊するのが目的。はあ。で、今回レイ君はチームファルコンですね。相手がレイ。じゃあ。ちょっと遅れてます。あ、これね、あれなんだ。多分レイ君いつもあれでしょ。ダイレクトチャットモードでしょ。そうなんです。おお、始まっちゃったよ。ありがとう。散ったな、22に散ったな、散りましたよね。まあまあ、まあまあ、で、オートマトンは自動的にこれ歩いてって敵を攻撃してくれる。で、危なくなったらこのフィールド内入ると強化されるんで、タワーフィールドでバフがつくんで、で、この辺からだんだん相手との中間地点に入ってくる。最初はまず軽くなんかちょっとまずね、操作を確認したいですね。まあそうですよ、来たで、敵ゴールド、あ、これで降りれないんだ、あ、セットしてねえのか、あーん、怖い女の子かおおちょっと待て、ゼロ、いやいや、だってさあ、一人だ、レイク一人だ、なんで、なんで誰もいないじゃないか、さあ、危ない危ない、確かにみんなもホルムギャングはしてこないけど、レイ君も守ってもくれない。ちょっと下がろう。これはね、無理。片手に。あの人かわいそう。
ああ粘る粘る。そのああザファイナルだ。ファイナル。いつものつけ。動きをしてしまう。いやもう無理でしょ。絶対無理でしょ。3人来てたからだ。一旦引こう、一旦引こう。みんな特に今、うん、パーティーにね、ヒーラーさんがいない。結構ね、脳筋チームですから。よし、いいぜ。乗って、うん、で今、戦況的には左上で、でも今、交戦が割と盛んなんで、ちょっと押されてるから左上行こうか。やり合っとるけど押されてんだ。これ降りた方がいい、降りた方がいい、うん、ダメだ、人足らんわ、足らん足らん、全然無理じゃないですかこれ。うん、あ、何人か来たぞ。行け、よしよし、お、うごっこや。勝てーんだよな、勝てーんだな。スタン入った。よし、これは落ちたな。よしよし、今のスタン、うまかった。マイクメージや。投げるやん、マイク。そろそろ引こう、そろそろ引こう。今のヒールの。いや、ちょっと人多いな。うん、そうそうそう。で、今はまだこれ人同士の小競り合いしてるけど、はい、勝敗は基本的にその相手のコアを破壊するかどうかだから。はい、なるほど。うん、きたー。え、これ精霊水を集めていくと、はい、パーティーメンバーがこうやってね、飛行兵器をに乗れるの、自分で。へぇ、あれ、なんか向こうにフォルムされたのか。まあ、一人だからこれでいけんじゃない。あー、ダメ。そうそうそう、おしんどい、いけいけ。フリーズチェイサーを前に出したって思ったけど、フリーズチェイサーは怪人でこのマシン強力なんだけど、はい、走行がね、柔らかくてね、あ、調子に乗って突っ込むとね、まあ、一瞬で解ける人は。この橋は熱いけど、うん、うん、赤と青で、そ暖色は、いや、日が荒く。そうね、また狭いところで戦ってるよ。重なり合ってる。あ、危ね。下側の方で、に、精霊水、その、があって、それをね、食べると乗れるようになる。スープも乗れるから。ゲーム、冷たいけど。いやうわ、行って痛い痛い。これはあれですね、誰かがレイ君をがっちり学者さん、ハゲってヒールしてくれてるの。他パーティーだけど。ありがとうございます。おお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 お
マジか。やっちゃってって。え、これはどっち行きたいですか。今じゃあ選手隊はどこにあるのかなんか分かるんですか。何、もうこの中央部分がまさにそうなんで。そうなんですね。中央部分に行こう。じゃあ下降りて、これ左へ降りていく感じ。あの崖の中、左に感じ。うん、そっちから。こっちも意外とな。そう、この中で。あ、ロボ乗れるって、乗っちゃってくださいって言われてるんですよ。あれ？戻ろう戻ろう。デジョンス、あ、デジョン入れてないの。デジョン入れてない。サクッと入れて。実は、ね、結構デジョンで戻って乗ってっていうのができるんで。あ、そうなんですね。うん。の、ちょっと。激戦中。激戦だ。今タワー1破壊されて、でも相手のタワー2も落ちそうだから。どこで乗るんですか。そこ。ハンガーターミナル。あ、ダメだ、ロックされてる。あれ今何ターンじゃない。多分そうだね。何エイルタワー持ちたぞ、よし。あの解放は何ですか。あれはね、あの遠距離でぶっ放して、オプレッサーが超足遅いんだけど、敵のタワーとかにめっちゃダメージだから。攻められてきてる。一回下がった方がいい。おい崩れ落ちたわ。ああ、こんなことしてたら崩れ落ちたわ。オプレッサーだ、このかわいそう。よっしゃ、よし、そこだ。いや、ヒーロー。あ、あ、フォルム。あれだよ、レイ君嫌だって、嫌って、若干おかまになる。面白いな。そうですね、なんか本当にやめてほしいときは。もうだからさ、ダメだ。くそ、乗れるな、今乗れます。目に入るんだけど。そう、ターミナル。でも決して、そっちではありません。やっぱ仲間が出るんですよ。あれ？いや、乗れないです。あれ？ちょっと待って待って。あ、ダメか、ダメか。あ、そうか、C が足りねえのか。中央で C を集めるしかない。お、そいつを。ああ、もうそうか、タワーに人も破壊されたのか。ああ、これはでももう CE 貯めて一発逆転の、そうします、ブルートジャスティスを起動するしかねえ。これでどうですか。そうね、ここまで戦線崩されると結構きついな、確かに。これですか、この中ですか。うん、あの近くですか。そうそうそう、拾えばいいんで。あ、うん、すぐどんどんレポップするから拾いまくって。お、チームファルコン1機目のブルートジャスティスが起動した。ここは、うん、光線地帯にもなるんで。そうですよね、2チームともここに来るってこともあるんですよね。パワージェネレーターの奪い合いになるんで。うわ、来た、ほら、なるほどね。目立ち下がりの暗黒騎士が。オーケー。
って思うけどね。遅れさん起動した、よし戻ろう戻ろう、いいぞもう起動で、あでも誰か起動したのか、またいやもうあの影の行動者になる、僕は遅れさん起動した、この上の砲台から来てえな、デジョンサクッと今入れて、うん、うん、いいよ、あでも面白いです、うん、今はねもうなんか乗りたい人がね乗ろうとするから、まあ今時期はわーわー楽しんでりゃいいよ。今 B チーム起動しちゃってるな。そうか。乗れ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 。え、今乗りましたよ。え、誰が乗った？乗りました乗りました。あ、本当だ。ごつい背中のルガさんが乗っとったわ。じゃあ向こうも乗ってる？もう一機。あ、ありがとうございます。え、で降りろ降りろ降りろ。あ、もう俺押し込みで、俺押し込みで押し込みにしとる。降りれるようにしてるんですよ。あの。さっきの熱い乗ってた人降りてもらおうか、よし、ピンタブ、ピンタブ、この隙に、空いた隙に乗るんだ、あざっす、あざっす、で、どうする、あー、こういうこと、そうあ、でも誰もいないよ、まだまだ近づいてくるかのを、そうまだタワー前でもまだ来てないな、じゃあ今、でも戦線、マップちょっと開いてる、あ、そうですね、来てないです、すごいな、すごい、敵が3機こうみっちり動いてる、あ乗れる今、あなんか来てますよ、あ来てる来てる、そうだやれやれ、オッケー、遅いからねガッチリ合わせちゃって大丈夫だよ、あそうなの、うん、これ味方は食らわないですか、食らわない食らわない、オッケーよし壊したみんな乗って、もう僕は大砲、大砲をひたすら撃ち続ける仕事をする、左側ケアしてね、左から敵来てたりするからね、なるほど、うん、そっちのルートから、お、でも一応制圧してるな、あ、でも来そうです、うん、おい、おい、楽しそうやな、こんぐらいが楽しいですあー来たね来たね来たね、降りるんや、降りるんや、あそう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 、あ2人だよ、それはダメだよダメだよってダメだよダメだよってダメだよそんなのロボ乗れるぞ今、そうなんです、接近されるとああなっちゃうんで、そう、左に行こう、即乗るんだ、乗るんだ、いやでも、乗ったところで僕いい、大丈夫、大丈夫、できますかね、どっち、クルーズチェイサー、おー、かっこいい、で それで攻撃、あ、これなんだ、そう、そう、え、これは下ガーデン、これが何、はい、これが超強い、ずらーん、かっこいい、これなんだ、あ、そうそうそう、エネルギーチャージなだけ、あんまりすぎるとエネルギーなくなるんですけど、こっち間違えた、おいそれ対応、それターゲット、はい、反対向いてる、反対向いてる、足元駆け抜けられてる、自由すぎる問題な、あ、行った行った行った、で、クソ、倒した
をして発射しました。分かったよ。そして敵に生きる。いやそれは無理だよ。いやニュータイプ、ニュータイプ、ここでニュータイプやりました。わかりました。えっマジか、突っ込むね。わかりました。範囲が自分を好きだと思う。これはね、あの、ミサイル、あんまり痛くない。プレッサーなんですね。なんか、あれですね。ロボを相手にしようとすると。そうそうそう、あの、下のね。そう、忘れちゃいますね。そう。これがまたね、講師に、もういった。講師にやられたりするんだな。足元でめっちゃ炎をずっと打たれてて。やばいで、レイ君。ヒットポイントはないや。え、そうなの？勢いで出る。576。おっとっと。倒れたぜ。あ、これ中身も死ぬんですね。そうそうそう。なるほど。それは登場者もダメです。脱出パラシュートないんですか？脱出パラシュート、そういうものはないわ。そういうものはないわ。エネルギー切れと同時に、まあ、やられたから。コスト的にはね。いや、敵のパワー1壊してぇな。ちょっとオプレッサー乗るかな。オプレッサー乗ってみますね。やっぱ僕は乗っちゃっていいんですか？で、おっそ！こっそり、心抜けて。いや、無理でしょ。え、何？何？これは何ですか？そう、悪い。あ、やっつけた、一回上げてくれ。俺これでもめっちゃ逆転マジしたり、あ、やってる。一人でこっそり裏ゆっくり回ってって。そっちで行くとね、道止まんないでしょ。バレるんで、こいつのようにこう忍者のように地道に歩いてって地道にそれかみんなと一緒にもう進んでって守ってもらいながら赤いを目指すのあいつ。そうそうそう、前前何やこれ、この地味な、この地味なオプレッサー散歩になってる。困ってるオープン、かわいいって。お、北とは壊しに行きたいよね。そうなのよ。味方ある？いや、今いたんですね。ああ、負けた。終わっちゃったー。いや、でもなんか、なるほど、うん。こういうことなんですね。ありがとうございました。1キル5です。7アシスト。ああ、また。ああ。はい、どうぞ。はい。ほっこりするよな。そう、ミサイルはね、対人あんま強くないんだけど、はい、レイドのイメージで、あのこういうの出るとさ、はい、みんなバーって逃げてくるんだよね。そう、当たっても300ぐらいなんだけど。あ、そうなんですか。そう。対人は弱いの、オプレッサーは。あー、敵のタワーとか、コアに超大ダメージ。なんで、足が超遅いのさ。なるほど。いや、面白いですね、これ。ルールがどんどんね、分かってくると。最初はね、ああやってわちゃわちゃしてるんで、全然良くて、もうこれね、経験値も入るんで、レベリングに使ってもらったりもできるから、わーわーね、楽しめる。ああ、面白かったです。ありがとうございます。いや、ありがとうね、レイ君。いや、もうなんか集大さらしてすみません。いやいや。失礼します。ああ、疲れた。見られながらってこんな疲れるんですか？そうなの、実は。でさ、せっかくだからさ、はい、マウントもう一個入ってたでしょ。はい。そいつを登録し、あ、いいや。一回、じゃあ、ハマーフォードかどっかにテレポしてもらっていいかな。はい。テレポするんですよ。あ、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 で、どこに？
はい。よいしょ。家帰ったら自分のキャラでやろう。レイ君、本当あれだよね。自キャラ愛、超強いよね。いや、そうですね。そりゃそうか。皆さん、ごめんなさい。まあ、でも初だと、ああいうわちゃわちゃでも染めるから。なんか、そうですね。一つ一つ発見があって面白いですね。俺のキャラが一番可愛い。そう、みんな言う。みんな言う。いや、俺だ。いや、俺だってやつ。いや、うちの子だ。いやいや、うちの子だ。ネカマの片鱗見れてよかったとか。そうですね。ありがとうございます。ヘルプ消そうって言われてますね。あ、これは。そう、言いなりなんか、いつもそうだけど。いい加減、その、ハウトゥーを常にオフに設定しときゃ別にだろうけど、毎回忘れんだよね。100勝でそれもらえるんですか、うん、わあ、かっこいい、欲しい。抱えてもらってんだね、ララ。かわいい。ララだと抱えられる。そうですか。飛ぶしな。おお、完全に救出されてるじゃないですか。イエーイ。すごい、いいな。これね、かなり人気だと思う。かなりいいですね。はっはっ、しかも手あげるんだ。これすごいですね。まあ、この拳はそのためにあると言っても過言ではない。なるほど、うん、確かに。で、こうなんかさらわれてるかのように見てる。ああ、なるほど。イエーイっていうかな。かわいい。いいですね、これ。これがもらえるんで、ぜひ。100勝ですか？頑張って参加してもらいたい。100勝か。あれ、100だっけ ?100 だっけ。なるほどな。これ、乗り方が種族によって違うの。あ、そうなんですか。ララはちっちゃいからこうやって抱き抱えられるけど、手のひらに座るやつもいるし。へぇ。うわ、これ見ちゃうと欲しくなるな。だあるよね、はい、このマウントの面白いところは中心軸よりねキャラがずれるんだよね。でも操作に違和感ないように、はい、マウントを中心にしてキャラをねちょっとずらしてる。これも実はね地味に見えて結構ちゃんと作らないと。あ、大変なんです、ね、そう、酔っちゃうというかマウントに乗ってる感覚にならないんで。いや、これはいいな、マジ欲しいな。これは欲しいんで、うん、俺もね、通います。通うか。なんだって結構、その、ぶっちゃけ走りも可愛いしね。いや、本当ですね。うんうん。うん。洒落てる。まあ、いろんなまたマウント作っていくんだけど。最近開発ではこれすごい人気だね。うん、いや人気でしょうね、うん、かわいい。まあいち早く取れると結構自慢になる。まあ逆にコツコツ積み上げていけば取れるマウントでもあるから、そのレアドロとかその絡んでるわけじゃないかな、はいはい、そっか、うん、でもみんなマウントしっかり取ってんな。本当ですよね。うん、シングルでしょ。権力も増えたな、うん、さあさあ、はい、そんな感じで、はい、もうあっという間になんと12時過ぎてしまったんで、嘘、そろそろ終わんで。え、終わんで。おう、早いべ、明日多分。そうだね。え、もう12時過ぎたんですか。うん、
嘘だだからゲームやってるとねあっという間なのよ。あー、うん、マジか、うん、帰りたくない。明日あれだよね、世の中的には祝日だけど、はい、勤労感謝祭ですね。あ、そうだそうだ、はい、僕以外、ね、そう、ね、皆さんが。あ、そう、本番なんで無理。そうだよね、はい、舞台本番だもんね。そうなんですよ。そっかそっか、11月23、はい、勤労感謝の日、はい、金の狼と書いて勤労感謝の日。そうです、なんか一挙放送やってるみたいで、あの闇寺からそうホールドストーンまでやってるみたいで、うん、そうそう、俺去年かな行ったんだよな、はい、現場に、はい、でなんかめっちゃ盛りか抜かれてカメラですっごい恥ずかしかった。そうでした、そうでした。で、あの吉田の笑顔が俺たちに見せたことのない笑顔が描かれてて、そんなことないよねって。いや、そんなことないでしょ。そこから楽しそうだねって言われてて。いや、あれ面白かったですね。そうね。ありがとうございます。いや、もうあれから1年だもんな。ぜひね、あの皆さん自分があったら明日、そうだね、見てみてください。あ、でも、あれじゃない。その、あ、そうそう。ん？最近飯行けてなかったから。はい。主演映画。そうなんです。あ、初主演映画な。出てます。はい。はい、そうなんです。予告見たで。ありがとうございます。そう、なんかあのドライブものなんですけどね。はい、カーアクション、あれ86だろ。そうです。もうね、結構あの車好きな人は、うん、あのおーってなりますね。 BRZ かって思ってみたら86かってなった俺。いやいやいや、おい、リンク開けないっつってるぞ。おい、 M ちゃん頼む。はい、レイ君の家に行けないぞ、そんなことじゃ。あ、みんなでぜひ来てください。リンク貼るんだ。いつだっけな、あれ、うん、来月は12月ですか。来月は12月だ。12月の16日から、ね、16公開ね。はい、シネマートですね。リンクは合ってる。向こう側のサイトがみんな集まってしまう。サイトが落ちた。落ちた。おい、頼むよ。頼むよ。光の戦士な。ありがとうございます。すごいな、みんな好きすぎやん。もう落とそう。びっくりしただろうね、多分。いや、びっくりしたでしょうね。え、何急に、なんで落ちたのみたいな。いや更新したら見れた。本当？キャッシュ、よかったよかった。あの、ぜひまた503出てる。またやってしまった。まあ、あのちょっと落ち着いたぐらいでね。今見えてる、はい、あ、大丈夫、あ、大丈夫だって。よかったよかった。じゃあ予告編見たけど、はい、なんか本当藤田レイ PV みたいな。いやいや、かっこよかったな。でも本当ね、共演者の皆さんもすごく、そうだ、ね、素敵な方ばかりで、はい、小本さんだったり、あとね、うん、あのゴンザ役の、あ、そうね、蛍さんもね、はい、あそこが2人並んでるシーン横編にもあるじゃん。はい、急にね、ガロガロッパあるよね、あそこで。あ、そう、福島さんも出てるんですよ。あ、そっかそっか、そうです、そうです。レイ様って言ってそうだもんな。いやいやいや、ね、でもそうそうそう、ついにね、初主演映画、はい、ぜひあの、はい、見に来てください。見に行きます、ね、お願いします。私も行きます、お願いします。はい、まあ、ありがとうね、まあ、宣伝はこれぐらいで。まあね、はい、遅くまでありがとう、ね、いや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 、めちゃくちゃ楽しかったです。なんかまた呼んでください。そうね、だいたいレイ君とは、まあ、お互い忙しいからだけど、2ヶ月、3ヶ月に一遍は飯行ってたのにね、最近行けないもんね、本当。そうなんですよ、会わなくて。もうでも無理やりにでも行きたいですね、うん、はい、なのでちょっと、ね、確かにまたぜひぜひ、はい、お願いします。なんか美味しそうな店をちょっと見つけたんで。うん、行きましょう。本当ですか。やっぱ肉がいい。肉がいい。この前なんかワインで、まあ、ちょっとお肉じゃなかったんだけど、うん、やっぱちょっと変わってて、串揚げ屋なんだけど、はい、コースのように次々に。え、マジですか。あのストップっていうまで来続けるタイプの。そうそう、はい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 。で、一本ずつそのつける、それはいい、串がいいみたいな。行きましょう。好きそうだよね。はい、好きです。そこのワインがね、すごい素晴らしくいいワイン揃えてた。いやなるほど。そうそう、食べたい。さっき俺飯してるからだからさ。そうですね。まあちょっと年内ね、どっかまた、はい、ぜひ言いましょう。お願いします。まあ、いや、あとね、よしぴーにまだ言いたいこといっぱい僕メモってきてたんですけど。だからそういう番組じゃねえんだよ。そうなんですよね。だからちょっとまた皆さんのあのお力でね、呼んでいただいて、はい、その時はぜひまたなんかね、いろいろ提案させてください。ね、はい。はい、じゃあ、あの、はい、あともその皆さんには、うん、はい、僕、まあ、レイ君ちょっと送り出したら、うん、もうちょっとサーバーで遊んでいくんで、はい、わかりました、はい、
じゃあアトモスの皆さんもうちょっと待って、皆さん様、今日はありがとうございました。お、みんなほら、ヨシピ、藤田さん、ありがとうございます。いえ、もうこちらこそありがとうございました。筋肉量を増やすアップデート待ってますとか、筋肉の話がすごいな。いや、和田さん、しろいじゃないんだ。確かに。いやいや、じゃあありがとうございました。はい、まあでも、あの、またゆるゆるやってるので、はい、機会は作るから遊びに来てください。ぜひ、はい、今度はね、和田さんも一緒にね、そうだね。はい、また2人の謎トークを。謎トーク。あれね、面白かった、本当に。ちょっとまた、そうですね、最近一緒にインできてないんで。そうだな。またちょっと。イケメン揃えると、なんかもったいない気がしちゃうの、我々。何がですか？全然。イケメン枠ってそんな多くないから。いやいやいや。2人使っちゃうとさ、なんかこんなことないですよ、みたいな。そんなことないですよ、本当に。あの、ね。皆さんと楽しくこうやって、放送がまたできればいいなと思います。はいはいはい、近況とか僕に関してはツイッター見ていただければ。そうだね、はい、俺も、はい、まあ、レイ君に会いに行きたければぶっちゃけね、舞台ガンガンやってるから。そうですね、いつでも、うん、はい、やってます。見に行ってもらえると思います。はい、じゃあレイ君、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの、プレイヤーの皆さんもね、本当遅くまでありがとうございます。ありがとうございます。僕はもうちょっとアトモスサーバーで遊んでいきます。あと、すいません、あの、途中でガソリンスタンドに車を取りに行っていう謎の放送ですいませんでした。はい。いやいや。